ちょっと皆さんにまず一言ちょっといただきたいんですけど。Yes, thank you so much. That's such a kind welcome. I'm so excited to be here, not just in Tokyo, but in Asakusa. Everyone's been so nice, and I'm so excited to show you the movie. I really hope you guys like it. Should I stop talking so you can translate? You can do. はい、また長くなっちゃったなとおっしゃってましたけれども、本当に温かい歓迎ありがとうございます。すごくね、この東京のみならず、今回は浅草ということで、足を運べてもう大興奮しております。で、皆様にね、早くこの、映画を見ていただきたい、そして気に入ってもらえれば嬉しいという気持ちでいっぱいです。なるほどね。今日はもうレッドカーペットから歩いていただいたんですけれども、いかがでしたか、この Very exciting. Well, I met many nice people and nice panda bears, people dressed up. I thought the guy who was taking me in the rickshaw was going to collapse, but he made it, and I got to. Yeah, it was really fun. It was a really one of the most fun things I've ever done, I think.いやもうめちゃめちゃ楽しかったですね。まあ、すごいパンダとか、まあ、ゆるキャラ満載のレッドカーペット、びっくりしますよね。でですね、いや、I saw some strange characters. かなり見たことがない変わったキャラクターたくさん出会ったりとか、人力車のね、運転っていうんですかね、操縦してくださってる操縦方がですね、ちょっと倒れるんじゃないかっていうようなちょっと心配はあったんですが、まあ、無事にレッドカーペットの起点まで送り届けてくださいまして、本当にこんなに楽しいレッドカーペット人生初めてです。よかった。ね、嬉しい。でもこうね、多分日本ね、先ほど初来日がね、とかなんですけども、まだその日もね、浅いと思うんですけど、どうですか、日本の印象は、どんな印象ですか、日本に対して、降り立ってみて。Well, my biggest impression is how nice everyone is. I'm from New York and we're not as nice there. So I'm just very grateful everyone's been so nice. And the food is good.I like to sing karaoke, so we got to do that last night. Maybe we'll all go after the movie. And I've just been having a really nice time.もうナイスと連呼してくださいましたけど、本当にね、そういう印象が強く、自分はニューヨーク出身、ニューヨーカーなのでね、ニューヨーク人はここまで優しくないなとすごく感じています。で、日本食も美味しいし、カラオケも実は大好きなんだけど、昨夜日本でカラオケすることができまして、というかこの映画終わったらみんなで一緒に行きましょうかなんておっしゃってましたけど、カラオケ行きますか。すごいですね。何が好きなのかね。カラオケのお箱は何ですか。何歌うの。 I sing a lot of, I sing a lot of things. I like to sing. OhI sing Bruce Springsteen sometimes. Some of the songs that you'll see in the movie, we can all go sing the songs in the movie. Yeah, I sing lots of different stuff. But yeah, I've sang Bruce Springsteen.はい、いろんな、ね、曲を歌うということで、ちょっと具体的にと迫りましたらば、この実は映画の中にも登場する、ブルース・スプリングスティン大ファンでいらっしゃるんですけれど、含めいろんな曲が、使われているので、まあ、それらの曲をですね、終わった後じゃみんなで歌いに行きましょう。ブルース・スプリングスティンのあの歌を。とにかくもう ね広いとこ用意しないと。聞く曲ですね。うん、いやもうありがたいですね。まあ、本当にね、細かいね、映画の話は、もうね、この後、見た後に、詳しくね、皆さんの質疑応答で監督と触れ合っていただきたいなということで、そこでね、詳しく述べるとして、うん、まあ、まず、ジョナサン・レヴィン監督には、見る前に、ね、まあ、見る前に、ここをポイントだよとか、ここを楽しんでねっていうところが、もし何かありましたら、ちょっとメッセージをお願いしたいなと思いますが。Oh my gosh, that they should check out while watching the film.Well, okay, I'll tell you that there's two characters who play zombies in the movie. One is Nicholas Holt and another is Rob Corddry. And whenever they're talking to each other, right after I cut, one of them, no matter what, starts laughing and ruins the take. So I have to cut around them laughing and ruining the take, especially in the first scene between the two of them. You'll know what I'm saying. And if you look very closely...This is going to maybe ruin the magic of the scene, but right before every cut, they're about to just start bursting into laughter.
はい、今回の作品ニコラス・ホルト君が、R というゾンビ、そしてその大親友のゾンビで M、という、ゾンビをですね、ロブ・コートリーさんという俳優さんがやってらっしゃるんですね。でこの2人が、まあ、仲がいいゾンビ同士ということでやり取りがあるんですが、2人のシーンで、必ず笑い出しちゃうんですね、うん、なのでその、そのギリギリのところでカットをし、でその編集をしなければいけなかったなので、まあ、ちょっとこれ申し上げてしまうとそのせっかくねシネマ映画のマジックが台無しになってしまうかもしれませんが、うん、特に最初のあの2人のシーンをよく見ていただくと、あ、そうだったんだろうなと思えると思います。なるほど、じゃあそこのところちょっとね注意深く見て楽しんでいただければと思います、うん、はい、じゃあ本当にねこの見終わった後そのまま引き続き、またジョナサン・レビン監督をここに招きまして、うん、皆さん見た後の感想、もう本当に良、ね、かったよとか、ここのシーンはどうなのとか、もう本当に素直なね、うん、楽しかったということから始めても全然いいと思います、ね、映画祭ならではの、はい、ことですからね、監督たちにその、ね、自分の感想をぶつけていただければ、伝えてあげてください、と思います、はい、ということでじゃあちょっとここで記念フォトセッションをね、うん、写真撮影を、はいはい、じゃあここにジョナサン、ミスタージョナサン・レビンスタンディ、じゃあ我々で囲みますか、我々で囲みますか、はい、じゃあ大倉さん、すいませんね。通訳の大倉さんです。いつもお世話になってそれでは改めてジョナサン・レビン監督でした。ジョナサン・レビンさんでした。どうもありがとう。さあということで、うん、上映でございます。ゆっくり楽しんでください、ね、で本当に見終わった後また、我々出ましてジョナサン・レビン監督を招いて、皆さんの感想質問とかを受けていきたいと思いますので、ね、まあ、まずは頭空っぽにしてこの世界に浸っていただ、浸っていただきたいと思います。いや本当に、ね、面白い映画ですから。いや本当面白い映画、面白い映画、こんなゾンビ映画ついに出たかって感じですよ、うん、本当に、はい、ではただいまよりウォームボディーズ、上映になります。それでは最後までごゆっくりご鑑賞ください。よろしくお願いいたします。どうぞ。